はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、単語プラス文法学習よりもフレーズ学習ということですね、お話していきたいと思います。まあ、多くの人はですね、単語とか文法を中心に勉強している人が多いと思うんですよ。まあ、日本の英語教育が単語学教育だったり、文法教育、まあ、読み書きに必要な単語を覚えさせたりとか、難しい文法をですね、習わせたりとかっていうのが、まあ、当たり前になってるんで、なんかこれをやればですね、英語が喋れるようになると、まあ思ってしまいがちなんですけども、これよりもですね、フレーズを覚えた方がいいんですよ。フレーズ。英語が喋れるようになるためですね。試験で高得点を取りたいんであれば、単語とか文法を学ぶっていうのはいいと思うんですけど、英語がペラペラ喋れるようになりたいっていうんだったら、フレーズを覚えた方がいいんですよ。単語文法よりも。要するにこれパーツですよね。英語を構成するパーツ。だから、こう、イケアとか、そういうとこに行って、家具を買ってきて、組み立てるようなもんなんですよ。そうじゃなくて、もうすでに出来上がってる家具を買ってくればいいじゃないですか。それがあるんだから。で、イケアとかの場合はね、お金の問題がありますよね。イケアで買えば安く買えるし、高級家具屋で買えば高いからイケアで買えますってわかるんですよ。でも、これに関しては料金とかないじゃないですか。どっちもね、タダだし、別にフレーズで学んだから、高いお金がかかるわけもないですね。だから、だったらもう最初からこのフレーズで覚えてしまえばいいわけですよ。っていうのはもう文章が出来上がってますよね。いちいち、例えばどういう単語を使おうとか、この文法は正しいのかなってことは考えなくていいじゃないですか。っていうのはもう文章が完成してるから。例えば、今何時ですかっていうふうに、日本語がありますよね。それを英語に訳してくださいって言われたら、どういう英語が出てくるかわかりますか？今何時ですかって言われたら、これですよね。What time is it now? 反射的に出てくると思います。この文章をこう出てくるのに、いちいち例えばどういう単語を使おうとか、この文法が合ってるのかって考えないじゃないですか。もう出来上がった文章を覚えてるから、反射的に出てくるんですよね。うん、じゃあ、あなたの出身はどこですかっていうふうに訳してほしいんですけど、その場合はどういう英語になりますか？Where are you from? ですね。これも反射的に出てくると思うんですよ。出身って英語で何て言うんだろうとかって考えないですよね。単語で。もう出来上がった文章をそのまま覚えてるから、そういう、じゃあ単語、この単語を使ってとか、文法をね、こういう使ってとかって考えないですよね。うん、だから、こういうものを覚えてしまえばいいわけですよ。何歳ですかとかも、How old are you とか言うじゃないですか。でも、これを、もし知らなかったとしたら、単語とか文法だけで覚えてて、この How old are you っていう表現を知らない人がいたとしたら、多分、Age とか使ってますよね。歳だからエイジかなみたいな。エイジを使ってどうやってこの何歳ですかって聞こうかな。What age かなみたいなふうに考えると思います。でも、そういうことをしてても、やっぱりですね、正しい英語は出てこないし、すごく時間がかかるんですね。IKEA の場合は、家具を組み立てるために説明書がありますけど、英語のこういうパーツの場合は説明書がないんですよね。自分で考えて、どうやってそれを組み立てるかっていうのを、まあ、画流でやらないといけない。でも、画流でやる場合、自分の英語スキルが高くなると、間違った表現にしてしまうわけですね。What age とかしてしまうじゃないですか。だから、家具をその自力で組み立てて、なんか全然違うものができちゃったみたいな感じになるわけですね。だから、だったらもう最初からできてるフレーズ、こういうものを覚えてしまえばいいんですよ。で、その本来のこう言語習得のプロセスを考えてほしいんですけど、例えば自分がこう、日本語を覚えたプロセスを考えてほしいんですけど、基本的にその周りの大人とか、そういう人たちが喋ってる日本語を真似して育ったじゃないですか。何かこう文法とかね、単語とか、そういうものをこうガリガリ勉強して身につけたんじゃなくて、単純に他の人たちが喋ってるような言葉を真似して喋れるようになりましたよね。それが正しい言語習得のプロセスなんです。だから外国人、ネイティブスピーカーが例えばこういう塊でもうできてるフレーズをいっぱい喋ってくれてますよね。
それを真似すればいいんですよ。そのまま。そうすると、いちいちこの単語を使えばいいのかなとか、文法合ってんのかなって考えなくていいんですよ。単語とか文法ばっかり勉強してる人は、全部自力で英作文して、合ってんのかな、合ってないのかなとか、そういうことばっかり考えて全然喋れなくなっちゃうんですね。でもそれって本来の正しい言語習得のプロセスじゃないんですよ。本来は他人が喋ってるのを真似して上手になるんですね。そういうこう、なんていうんですか。まあ海外に住めば英語は喋れるようになるわけじゃないですけど、やっぱりそういう、なんですか、英語環境に長くいた人が英語ペラペラになるっていうのは、やっぱり周りの人たちが喋ってるのを自然と真似するようになるから上手になるんですよね。単純に英語の勉強時間だけが、その、スピーキングの良し悪しに関係するんだったら、別にどこの国に住んでるとか関係ないと思うんですよ。日本に住んでても英語めちゃくちゃ勉強してる人っていっぱいいるじゃないですか。でも、やっぱり海外でそういう英語環境で、まあ、過ごしてる人の方が圧倒的に英語が上手いっていうのは、その、結局英語の勉強時間がスピーキングの良し悪しを決めるってことじゃないんですよ。いかに英語に触れて、それをネイティブが喋ってる通りに真似できるかってことの方が、やっぱりスピーキング力の上達にはつながるんですね。だから、まあ僕は常々このフレーズで暗記しましょうってことを言ってるんですけど、こういう表現がいっぱいあるんですよね。もう決まりきって、そのまま覚えてそのまま使いましょうみたいなのがいっぱいあるわけですよ。そういうものを覚えて、それをアウトプットして、もう体に染み込ませればですね、もう反射的に出てくるんですよね。パンと。これなんか反射的に出てくるじゃないですか。今何時ですかって言われて、多分もう What time is it now? ってすぐ出てくると思うんですね。あなたは何歳ですかって How old are you? って出てくるんですね。それはもう塊で覚えてるんですよ。しかももう体に染みついてるから反射的に出てくると。ただ単純にテンプレート表現を記憶するだけだと体に染みついてないからすぐに出てこないんですけど、こう繰り返しアウトプットすることによって無意識のうちに出てくるようになるんで、もっと難しいですね。こういう、まあ、決まり文句もすぐに出てくるようになるんですよね。うん、だから、こう単語文法を学んでも、そんなにこうバリバリ喋れるようになるわけじゃないと。むしろ自分で全てを、ね、ゼロから組み立てるっていう意識がよりこう強くなってしまうんで、間違った文章を喋ってしまったりとか、あるいはすごく喋るまでに時間がかかってしまったりとかするので、そうじゃなくて、こういういっぱいね、決まり文句っていうか、テンプレート表現がいっぱいあるんで、それを、まあ、たくさんストックして覚えるっていうのが、まあ、最短最速で英語が、まあ、上達するためのですね、方法なので、真似するってことです。ネイティブスピーカーのね。それが本来の正しい言語習得のプロセスなので、まあ、ぜひですね、こう英語がペラペラ喋れるようになりたいっていう人は、まあ、参考にしていただいて、フレーズ中心のですね、勉強をしていただければと思います。では、最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。